どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私は JFK 国際空港におります。それでね、今回はダイヤモンド修行11ということで、今回は、ニューヨーク JFK から東京羽田までね、ビジネスクラスで修行を行います。で今回は、エコノミークラスを、優勝で取っているんですけども、それをねアップグレードポイントで、ね、アップグレードさせていただいて、ビジネスクラスでね、利用させていただきます。で今ねちょうど2時ぐらいで、あとねフライトまで4時間近くあるんですよね。というのも、マンハッタン、ニューヨークの中心地から、この JFK に来たんですけども、ちょっとね前回 SFC 修行した時だったかな、電車が大幅に遅れて本当にヒヤヒヤで JFK 空港に、ね、着いた記憶がありまして、今回、ね、ちょっと早めに出たという感じになります。まだねチェックインカウンターも空いてないので、しばらくねここら辺で待ちたいと思います。それでは行きます。それではねチェックイン開始したので、チェックインしていきたいと思います。それでは行きます。それではね、無事チェックインすることができました。今回は 17A という座席ですね。でこのままね、出国審査、手荷物検査行きたいと思います。それではね、制限エリアに入りました。今回はね、ビジネスクラスということで、まあ、私 SFC 持っているので、どっちにしても ANA の指定のラウンジが使えるんですけども、今回は、ね、ANA ラウンジ指定ラウンジ、ギャラリーラウンジ、ブリティッシュエアウェイズのラウンジを利用させていただこうと思います。それではね、まもなく搭乗時間になりますのでゲートの方に行きたいと思います。それでは行きます。それではね、ゲートの方に着きました。もうちょっとで搭乗開始しますので、ここら辺で待ちたいと思います。それではね、搭乗開始しましたので搭乗していきたいと思います。それでは行きます。こんな感じですね。外の景色もある程度楽しめそうな席でございます。で今回もね、ボーイング777-300 ですね、こちらで、東京羽田まで帰ります。それではね、もうしばらく、離陸を待ちたいと思います。搭乗して
皆様、ただいまドアが閉まりました。客室乗務員はこれよりしばらくの間安全業務を行います。恐れ入りますが、お手伝いが必要なお客様は後ほどお知らせくださいますようご協力をお願いいたします。どうやらもうそろそろ離陸しそうですね。 Ladies and gentlemen, cabin attendants will conduct safety duty. If you need any assistance, please wait for a moment. Thank you. Cabin attendants, stand by at door. 業務連絡です。 Cabin attendants, step slide bar.私の隣一列全部空席ですね。こんなに空いてるとは思いませんでした。さすがに何かあったんでしょうかって感じですね。それでは離陸を待ちたいと思います。
それではね、無事離陸することができました。14時間半のフライト楽しんでいきたいと思います。それではですね、離陸後本当に5分ぐらいでねメニューが届きました。今回ですね、場所、行きでね洋食をチョイスしましたので、帰りはこちら和食をチョイスしていただきたいと思います。で、残念ながらね行きにあった銀だこは帰りの便はないんですね。また次回食べれたら挑戦したいと思います。前菜ですかね、到着いたしました。それではいただきたいと思います。クリームチーズと思われますね。下は、甘い和菓子みたいな。一緒にお茶いただいてます。これは何でしょうか、カニですか。やはりカニですか。おいしいです。それではね食到着しました。で刺身がいただけるっていいですね。まあ、今回短かったんですけど4日間ほどニューヨークにいましたので、日本食が恋しくなってたところです。それではいただきます。何でしょう、餅の作ったものですね。これも何か分かんない。梅干しですかね。ここからかまぼこですかね。違いますね、練り物です。角煮ですかね。これエビですかね。エビは食べれないんで、そっとしておきます。椎茸と鶏肉と和え物ですね。美味しいです。ハムって言ってましたね。さっぱりしてて美味しいです。たまには和食もいいですね。私ほとんど洋食をチョイスすることが多いんですけど、美味しいです。それではサクッといただきたいと思います。それでは、お
味噌汁と漬物、ご飯とお魚来ました。いや、いいですね。それではいただきます。食は終わりだと思います、まあ、ちょっとね14時間のフライトなんでちょっともう一回ね、休みたいと思います。それではおやすみなさい。
今回ちょっと並ぶな。中華とか長い間行ってると買ったくなりますね。絶対ケースみたいな感じなんですけども、じゃあね、また形状は違うアメニティとなっておりました。それではね、ビジネスクラスの座席です。足がね、ここの上に乗せれて、この下はね、物置で、私も知らなかったんですけども、下駄箱ここにあるんですね。しばらく私も知らずにずっと靴もここら辺に置いたりしてました。でモニターがこちらにあって、モニターですね。でここに USB とコンセントがあります。あとはここにコードかけがあったりとか、ここに足元のライトがあったりします。それではまもなく着陸です。滑り出る恐れがありますので、お気をつけください。
渡し、電波を発する電子機器もご使用になれますが、携帯電話での通話は周りのお客様のご迷惑になりますのでお控えください。飛行機は国際線ターミナル108番ゲートに到着する予定です。ANA とスターダイヤスパートナーとのコードシェア便をご利用いただきましてありがとうございました。それではね、飛行機が止まるまで、しばらく待ちたいと思います。これがリクライニングなんですね。で、ここのライトがここで消えたりします。で、あとはリモコンと、あとここにもリクライニングがあって、ここはね、ここつかないかな。ここでライトになっております。で、ここがイヤホンのコンセントとなっておりまして、一応ね、ここにカップホルダーとかもあります。まあ、こんな感じですかね。それではね、無事羽田空港に着きました。今回ね、ANA ビジネスクラスで JFK、ニューヨーク JFK から、羽田空港まで、ビジネスクラスで利用させていただきました。やはり、ビジネスクラスやっぱりいいですね。10時間半のフライトだったんですけども、寝ることができました。今回の動画はね、こういう感じで終わりたいと思います。役に立った、面白かった方はいいね、チャンネル登録お願いいたします。私ツイッター、ブログもやっておりますので、もしよかったらチェックしてください。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。